三門を望む阿弥陀如来立造道樹寺は、岐阜県美濃市にある臨在修明神寺派に属する別格地の寺院である。三号は大仙山。本尊は宝冠釈迦如来。境内は地方の寺院には珍しく、約一万坪ほどの平地にあり、約三千本の山もみじの原生林がある、もみじ谷のある天皇山を背景に散策地として特に春秋の、 大ア神社の貧国祭りの頃は賑わう。海山は慶佐と京継禅寺。海山の直死後は大、大漢広市当たる禅寺。海期は、斉藤新四郎と潮氏が当時を混流英少年間に創建され、海祖の慶佐と禅寺は出生東負傷。岐阜市第一時海祖の玉宝賞に投じて反り旅。 その後、随流寺の、悟る慶汚章に随時すること一官所あまりなりと、照らしにあり。和尚滅後、大地寺に帰りもっぱら、玉宝省の室に入り終始の大事を究命しついに、死の証明を得たり。軍主、斉藤俊吉公はことに、慶佐藤省を、高志慎し、大谷多郷に寺領として五朝八端あまりの地を、与え一羽を混流ししを、兵受けして、開祖とす。 死は寺寺内に、道の木四株を、切りまつえて道寿寺と交す。死のもとに三衆修行接し者常に百余人なりと伝う。次第にその絵下は、近隣寺院の快祖となり大いに前風を振るう。遠方伝統録農州、分陽慶総教、次江禅寺。弓王神第一座。デジュの監督山。海衆高換座し。人夏ため衆公壁厳衆。 海鮮機構宿り気芸枠。紛用節長老、援護。一匿戦火歌列祖期。京、西川志士。壁玄区破爆泉比。仕訳枠。海空口万論説。埋却活産表彰期。五百年来無この作。うどん家原宝王妃司会能の同時時ため。第一世。四作層書録。貯中症若干が巻き。 駒沢大学図書館所蔵系、倉庫継ぎ線、全議外文集は、臨在、総正一派の古漢試練が編集したものであり、宋代の前奏の入院街道の書、坊や、御琴や土入弱の細門でも版となる作品を収録している。全体は、書、坊、細門の三つに分かれ、書には、三門、書山、広古、雑称、坊には茶、湯を、細門には、 三文、所山広古、造祭をそれぞれ収めている。詳細は、既公開資料の解題をも参照願いたい。本書は、その注釈書で、いわゆる小物である。小物には、漢文の真章と、カタカナ混じり文を持って出録した、カ章がある。本家名称の戦術者は、K、総合継江である。今日継江は、 林家の妙心寺派下東海派玉保門派に属する学僧。妙心寺に加釈して玉浦高市民の法を継ぐ。身の文行寺に従して壁元録を講じたという。後年、同国道樹寺を開いて第一世となる。天正20年8月25日85歳で自弱し、修正国位で通したという。著作に挙動六経総奥団 壁元集計、総奥団など、宗門七種会と呼ばれる、ソロク類いの講述を行った。その公案には、ボー,ボー奥団という名が付けられた。同じ臨在集の中でも、系統でその違いが指摘されている。五三派前奏は、外転の章が大部分で、軸の解釈中解を、主とし、世評や噂話を取り入れたものであった。これに対し、明神寺墓の章は、 口述に脱線が少なく、軸の解釈より、終始信用の体得を目指したものであった。本書には、諸者者、諸者年に関わる記載がない。納入時の慶長年間移しは、根拠不明である。なお、岩崎文庫の解題に、所蔵の章の成立年は、天文八年云々との奥書きがあるが、江との記載から判断にして、天文十八年と思われ、 本書の成立年は、後者のようである。玉村武次著『松ヶ丘文庫所蔵前席小物集解大書表と、紹介書集、岩崎文庫記帳書書史解大 1P21 また K、佐藤賞は、海のエリンジ住職、海鮮小機と書状を持って往来した。海鮮和尚は K 佐藤賞を称して、西川の葛志氏または、大仙仏と称え、下賞を送った。 運用節長炉、援護一串戦家列祖期境、西川志士壁原区幅区泉彦これにはして、京佐藤省も一芸を寄せた。海空口万論説埋却かつ表彰期五百年来、向この作うどんか源宝王妃監督山。運用寺の三号、海鮮気候。海鮮昇期のこと。水戸岸出身。ながらの総福寺住職であったが、 武田信玄に招かれがエリンジの住職となる。両国を接する武田氏は、身の情勢に介入しており、斎藤、小田双方と友好的関係を築くため、武田氏と身の斎藤氏との外交像を務めさせた。海鮮の弟子には、伊達政宗の教育の師として、有名な虎な宗草をつがいる。勝さんは、コナンの勝三霊仙院のことで、仏家。 元後前時の壁元禄を指す慶安年間大殿、和尚五聖住職となり、画乱を整えたが、明和七年本堂を焼失。六年後の安永五年に再建され、これが現在の本堂となる。総門は、享保年間の建立。解散を章像は、江戸初期の作。阿弥陀如来座像は、室町時代。阿弥陀如来立像は、江戸初期の作。 最近文化庁の奥武雄より、阿弥陀如来立像など、制作年代が古いことを指摘されている。ありがとうございます。